桜井よしこさん。この方ですね、私たちがちょうどこう学生時代とかまだ本当に社会人になりたてかな、いや高校大学ぐらいの頃ですね、キャスターといえば桜井よしこさんでした。っていうかさ、キャスターといえば桜井よしこさんでしたかったって勝手に私が言ってるんですけど、まあ知性派なんですよ。だけどいつも笑顔で柔らかい発音をされる、いわゆる才色兼備だなと思って拝見してたんですね。だから彼女がある時よっぽどたまりかねたんでしょうね、画面に向かわれて本になれって言えば笑顔も言い出しますし、発声ももっと柔らかくしなさいと言われればしますしって感じなんですね。多分その上の上司からそのダメ出しを受けてらっしゃったのをそのまま画面に向かって柔らかく愚痴をこぼしてらっしゃったシーンがあったんですよ。で私こんな方でもダメ出し受けてあって、でしかも素直に聞いてらっしゃるんだなっていうシーンがありまして、で今はもうピン芸人じゃありませんけどね、一本立ちされてなかなか素晴らしい論客でいらっしゃるということはもう皆さん周知の事実だと思うんですけど、この方長岡の高校にいらっしゃった時期が終わりで、たまたま私の東京の修行先 の, 亡くなられた社長も長岡出身でいらっしゃって、同じ高校のこの方後輩だったということだそうです。でそれではとても理髪の可愛いいい子だったよって亡くなられた社長がおっしゃってたんですけどね。この方年齢を重ねるともますますお美しく素敵ですね、桜井さん。でこの方は、警鐘を鳴らしてらっしゃいます。だからもう今はその頃はキャスターですけども、今ジャーナリスト桜井よしこで、まあこういう方でもね、こういうジャーナリストとして独り立ちしてらっしゃるこういう論客の方でも笑顔で優しい発言とかこう受け答えとか何かをこう訓練されてた時期が終わりです。こう言ってはなんですが、今 の, 女性のキャスターの人たち、こういう桜井よしこさんのような感じ忘れられない方がいいと思います。今のもしかしたら私とかもそうですけど、かなりこう男っぽくなりすぎてますよね。でみんな大しい心を持ってたとしても表現はこう桜井よしこさんとかに学ぶべきだなと思ってます。私もうこの方大好きです。はい、で、日本のいろんなことを継承をこうかけたりまず父でやるんですけど、でそれで、ね、まあ連れションしない女たちということで、はい、私と大親友のバムケルは自分がトイレに行きたい時にふっとトイレに行きますし、自分がそういうこういろんな用事を出しても連れだってその、ね、何々買いに行くから一緒に行こうとかいうことを一切したことがありません。はい、時は金なり、お互いそのお互いの時間を邪魔しない、でも電話はよくしてましたよね。私の話をずっと聞いてくれてたような時間があったような気がします。あれは本当に私が自分の話をただいつも話をしてるような、その時うんうんって聞いてくれてる素晴らしい聞き役の親友でしたね。でまたお母様がとても柔和な素敵な方でしたね。バムケロちゃんの優しさはバムケロちゃんのお母さんを思い出しますね。最近の特に母性が発達した彼女と接するとバムケロちゃんのお母さんの優しさに触れる、ああそうそうバムケロちゃんのお母さんってこんな感じだったなって思い出しながら触れてます。ただそれが行き過ぎてキビちゃんへのだからキビちゃんがもし彼女を連れてきたりとかしたら私は絶対発達したとかのわけのわからんちょっと行き過ぎてるのはちょっとあれはまあギャグで、あれ本人ギャグで言ってるんだと思うんですけど、ということで、はい、私たちは一緒に連れ立っておトイレに行くようなタイプではありませんでした。なんかでそれを
それを彼女がしないんで、あの職場でもあのそういうところはあの一目置かれてるってあのいうことですけど、そうあのそういうことなんですよ。あの基本私たちは裁量報酬のようなところがあります。いいんだか悪いんだか。あのそれで何の話をしたかったんでしたっけ。あ、そっか。次回はおぼろ月夜のあの話をしたいと思います。あとそれから、袋帯の、つまり TPO に合わせた袋帯の大きさ、もしくはその週後からあの補正の仕方ですね、それをあのこの着物を着た時に出したいと思います。はい、ということで、すいません、いろんな方からお題をいただけるので助かります。ただいま、506本目、千本ノック、動画ブログ千本ノック折り返し506本目、今日がこれで507本目になると思います。はい、ご協力感謝いたします。はい、今日も一日よろしくお願いいたします。春町 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。